本当気づいたらこうなってるって感じかな、うん、私の中で。そう、まあタイミングタイミングはあるけど、うん、なんかもうここまで来ちゃったか、うん、靴ひも結べない。それって結構あの知らぬ間にというか、うん、ある日ふとかがんだらもうできないってなって、あ今日、夜、そうだ、夜、夜来れると思って、思ってたら、靴今結べないわとか思って、靴下やばいな、履、うん、けないなっていうのは昨日、一昨日ぐらいかな。あ、そうなんですね、うん、この2、3日でちょっ とより悪化したというか。すごい気持ちいい、うん、すごい気持ちいいです。ここね、あのなんか、うん、ぬるっとしてるから、うんうん、痛くない。あ、そうなんですよ ね、 ちょっとね、そうなんですよね、うん、紛れるっていうか流されるからね、楽になりますよね、うん、ポイントで押しちゃうとね、ちょっときついですけどね、うん、ひどい時にね、多分いいような気がする。ひどいもんね、どこやっても痛いし。うん、クリームというか、このバーム自体にケイ素が入ってて、細胞の修復とか痛みの抗炎症作用とかあるので、シア、はい、バター自体にもそういう、こう肌に保湿力が高かったり抗炎症作用あったりなんですけど、うん、なので塗るだけでも結構痛みが和らぎますね。本当ですか、うん、よく聞くね、シアバター。そうなんですよね、今結構あの注目されてる保湿成分ですね。さらにこうラップ巻いとくとより保湿とか保温にいいので、うん、はい、ちょっと冷えを感じる部分とかは冬は特にいいってことですね。そうですね、ラップ巻いとくとすごくいいですね。わかりました、はい、活用させていただきます、はい。さっき言ってたのこれね、うん、そうです、これがさっき言ってたシアバター、シアセルバですね。あの肌にもいいですけど、こう口に入っても安心なので、小さいお子さんいる家でも、あのあとアトピーとかそういう肌に炎症とか傷とかあっても塗れるので、いつでも使えていいですね。もう時間経つの早いですね。やったらもうすぐ感じですよ。もう遅くなっちゃってごめんなさい。いや、そうですかね。まあでもあの誰かいると楽っていうのありますよね。目離して良くなるし、うん、なんかちょっと相手してくれる人いると、うん、子供って、まあ、結構機嫌いいし、うんうん、っていうのありますね。なんかマミちゃんの赤ちゃんぶりっ子はすごいみたいですね。うん、もやばい、なんか何でも舐めてるんだよとか言ってました。すぐ口に入れるんだよとか言って。あ、舐め舐めはすごいな。うん、なんだろうな、もう、うん、気長にます。
可愛がられたいが強い赤ちゃんと同様にこう愛されたいみたいな、そう、そういう欲求強いかも。うん、お姉さんになっちゃうと構ってもらえないから。いやどうだろう、ね、いやいや、そういうことでもないのかな。そういう普通に赤ちゃんリスペクトなんですかね。赤ちゃんは可愛いっていう、自分もそう思ってるし。まあでも本物の赤ちゃんは、うん、まあねその、ええ、うん、通りすがりでも可愛いとは言うけど、うんうん、その人形相手の赤ちゃんのお世話を結構常にしてる、ね、好きですよね、ずっとしてたし、うん、結構ちっちゃい時から0歳、うん、1歳ぐらいからもずっとやってるし、うんうん、なんだろうなでなんだろうななんか並々ならぬ執着というか、あるあるあるですね、赤ちゃんに対しての、うん、なんかそうね言ってるね本人も、うんうん、赤ちゃんなる宣言とか結構多いし、お姉さんならないのって言ったら、今は赤ちゃんとか女の子特有なんですかね。いや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 、私そんなことなかったと思う。まあ、ですね、私もなかった。むしろ早くお姉さんぶりたかったというか、うん、今ちょうどその、うん、急にコロッと変わるんじゃないですか。そうなんですかね、境目なんですかね、節目というか。節目なのかな、どうなのかな、うん、私3歳ぐらいの時には舐められたくなかったですけどね、すでに、まあ、もちろん可愛がられたいはあるけど、うん、ベタベタ甘えたいとかはあんまなかった気がするね、うん、でもそれはやれってことかっていうしかもなんかねなんか命令で怖いのよそうですね階段を降りるの一番でないと嫌とか、へえ後ろにいてあそうなんだとか、はいすいませんみたいな超怖いみたいな、うん、確かに怒りますよね、怒る、ね、怒ってますね、叱られるのなんか叱られるんだ、誰あんたって感じ、まあ、かなりな上からの感じがありますよね、あるあるある、うん、確かに叱られるっていう表現が近いなんでそんな私より前に行こうとするんだみたいなねそうあなたは下後ろでしょみたいなね、うん、そういう態度ですよね、そう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 ね、ね、ひどいね、あ、脇がパンパンですね、パンパン、うん、痛いですよね、痛い、自分でやっても無理、無理無理、ね、痛いからあんま触りたくないですしね、うん、いやでも言われてたから、うん、でここ気持ちいいからここにやったらなんとかなる、うん、って言われてても自分ではもう無理まで来ちゃった、うんうん、やっぱり週に一遍ぐらいはやってるんだろうね、うん、やってても、はいはいはい、それにも増す何かがあって、うん、もうこの状態、まあ抱っことかおんぶも大きいと思うんですよね、こうなんですかね、この辺圧迫したりとか、うんうん、よくですよね、割と重かったりするんじゃないですか、まみ、うん、ちゃんがしがみついてるとなると、うん、そうするとやっぱここすごい圧迫されるから、なんかね、こっちのね肩甲骨が癒着しちゃってるから、うん、ここ痛いんですよ。はあ。はあ、ね。もう嫌な感じですよね。いやもう